で、じゃ白目とかできる？あ、白目。ああいい。あ、いい。あ、いい。で、鼻とか広げない？こうやって。あ、そうそうそう。ああ、そうそう。いい。いい。いい変顔。それいい。すごい。それ全然わかんない。見えないよ。全然わかんない。後で見て。はい、後で見て。すごくいい。すごくいい。そう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 。これ今までやったことないでしょ、だって。ないです。あ、これいいじゃないですか。じゃあ今日はこれで大倉島をお送りさせていただきます。それ視聴者数下がったから。でもいい、そういうこと、そういうこと、はい、あ、勉強になりますね。やっぱね、もうあの女の子がバーって揃っちゃうと、うん、700人でしょ。それ今だって天神でやったんでしょ。はい。だからそうなるとやっぱりかっこいい部分出したくなっちゃう、うん、俺もそう、そりゃそうなの、発言だよ、うん、でもそれが受ける快感とかあったりするともう何にも怖くない。なるほど、うん、もうガンガンそのステージ上でその脇がとかバーっていっちゃうし、俺はそれがいいかどうかは分かんないけど、ね、いいかどうか分かんないけど、分かんないんだけど、でもまあそんな、うん、でも捨てるもんが なくなった方がいいよね。まあでもそういう振り幅になりますもんね、うん、捨てなくていいもん持ってるから、うん、はいはい、俺は捨てた方がいいもん持ってるし、プライドとかそうなんだ、プライドないんですね、もう。そう、もう今プライドはないから、うん、まあでもそういうね、お悩みの方で本場の変顔に教えてもらいましたけれども、本場のね、はい、ありがとうございます、はい、続きまして続きまして、池田さんからの質問です。はい、女装願望はありますか？あ、女装願望、もしある場合はどんなコスプレを着てみたいですか？答えは質問に対して、JK のコスプレをしたい。そうなんですよ、女子高生、僕女子校いろんなコスプレってなんか着ぐるみとかいろいろしたことあるんですけど、うん、JK のコスプレって唯一したことがなくて。あら、うん、はあ、でもまあする機会とかもないじゃないですか、まあね、なかなかする機会がないと、うん、さあということでしずるか、ねねね、用意しました。うわーマジ、はい、そうですよ、用意させてもらって、視聴者の方々私あーいやいや、松木君出てきた、松木君出てきた、松木君持ってると変態にしか見えない自宅から持ってきたでしょ、これ、じゃあちょっと、ほんまに着るんですか、これ着替えてきて、うわ、これ結構スレスレな感じで、しかもめっちゃ薄いです、これね、いや、そうだよ、さあ、じゃあ着替えてきてもらいましょう、ほんま、はい、でも JK ってこんぐらいきついからね、若干ワクワクしてる僕いるんですよ。あら、結構、はい、いいじゃない、何もあんだね、女性はもう。さあ、それではですね、JK の格好の準備ができたようなんで、はい、お呼びしましょう、はい、どうぞお待たせうわー